パイテール食いましたよ。昼がね、どっから攻めてくるのかっていう感じがね。虫大好きバスが買いますよね。落ちない落ちない。虫食いじゃないのか、餌食いバスだとしたらちっちゃいんだけど、先に63ウィーク、こういう上流のキムズカバスを騙すためのルアーですかね。とあーうねうねするうねうね、これはバスもたまらんでしょう。見切った見切った見切るのか。そうっすか。こういうのは見切っちゃうんだ。全然見切った。うわーバスいっぱいけど遠く。見慣れちゃってんだな。見切るわ。マイクロポンパドールダメ、オーバーリアルダメ、魚シルエットのレゼルブいってみますか。レゼルブはどうですか。
ロッグとかにも出るんだけどね。なんか寸前で偽物と見切る。何が一番効いたっていうと、マイクロポンパドールが一番反応は良かったかな。すごい精度で見てるな。レゼルブダメなんで、スパイテールでちょっと沈ましてみますか。今度キャー賢いね。結構土日に徹底的にやられてるのかな。クスス、スパイテール。食い込んじましたね。おお、今加えたと思ったんだけどな。あそこにいる。振り向け。おお、ああすげえ。ボイル始まったけど。スパイテール食いましたよ。いやー、スパイテール、うん、細長バス。おー、やべ。おー、ほほ、ガリガリガリクソン丸飲み。
ほーし、イエーイ、真夏の上流部、ですね、バイテールでこんな感じで釣れたんですが、丸飲みですね。ボイルしてやっぱちっちゃいこういう魚がババババババって寄ってきた時に一気にバスのスイッチも入って釣ってくれたみたいですね。ちょっと飲み込まれたんで慎重に。はい、スパイテール、もうね、まさに餌サイズっていう感じなんで、こんな感じで1匹釣れました。じゃあ引き続き狙っていきたいと思います。